佐藤和夫動画チャンネルです。まあ、先ほど町中保健室ちょっと見てきましたが、まあ、その時の資料でありますが、ちょっと映像で残しておきたいなと思っております。ちょっと上げてみますね。まあ、このような形で開所式というのと、ね、そしてその中で私もちょっと測ってきたんですけども、血圧測定、体脂肪測定、血管年齢測定、そして握力測定というふうなことで4種類できますので、ぜひ駅の近くに行った時にはやっていただければと思っております。まあ、これが今日の案内ですね。町中保健室ホットステーション駅前館長で平成26年10月2日木曜日9時オープンというのがございます。まあ、会室には毎日年末年始を除く午前9時から午後5時まで、水曜金曜日曜日は午前10時から午後3時まででいろいろ案内もしてくれますので、ぜひとも無料でできますので、まあ、とにかく駅前に行ったり駅に遊びに行ったりした時にはぜひとも寄っていただければと思いますので、よろしくお願いします。そしてこれが、町中保健室の健康チェックカードというようなことで、ナースさんの格好してますね。こうやって入れちゃう、こういう形でくれますので、中で健康チェックができます。まあ、私もちょっと作業で測定してきましたけども、血圧が82の127、体脂肪率が 24%、 握力が右が45、左が42、血管年齢32歳。嬉しいですね。まあ、結果の見方、ここに載ってますんでね、まあ、それを参考にするといいのかなと思っております。まあ、握力の平均等も持っておりますので、まあ、ぜひとも行って見ていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。携帯電話の番号ですね、080-9990-3998にぜひとも電話して、まあ、分からないこと等がありましたらお問い合わせいただければと思います。まあ、先ほど血管年齢というようなことでありましたが、このような形で紙が出てきます。上がりました。まあ、先ほど言いまして、私の血管年齢は32歳ということであります。まあ、ぜひとも本当に自分自身の体のボディチェックのためにぜひとも足を運んでみてください。よろしくお願いします。まあ、せっかく作った施設ありますので、皆様に大いに活用していただきたいと思います。おります。